ストレス耐性弱い子の特徴は表に出させられるってすごい嫌なんです。注目されるとか、でそれがいけなかったわけじゃないんです。でそれからそのミスをみんなから見られたとか指摘されたっていうのってすごく嫌なんですよね。でただそんなこと言ってたらチャレンジなんかできないので、はい、それを出してあげていいわけです、はい、A チームに出してあげた、で出してあげたらよかった、次につなげようね、大丈夫だよって、これはなんか別に普通に聞けば問題ないし、ここに反応されてもそんなこと反応されたらもう皆さん何も言えなくなりますよね。普通に伝えることじゃないですか。いくらノータイプが分かっていたとしてもこれ普通に言うと思います。なので原因はここじゃないと思ってる。原因はここじゃない、もっと前にあって彼の心の中に、だから大西先生が言われた一言ではなくて、もっと家族の中でだとか友達の中でだとか、すごくまだまだ承認欲求の強い代、何年生ですか今13歳ですね、中2で。じゃあ、まだまだ承認欲求の本当もうそれで精一杯の子供さん選手だと思うんですね。なので今回のことは大西先生が原因じゃなくて、そもそも彼のそのこれまでの家庭の中での関わりだったり、お友達とのコミュニケーションだったりしていることの方が大半に何かあったはずなんですね。でもそんなの分からないですから。ということはどうしますか、皆さん。皆さんだとどうしますか。どうしますか。沖野さんどうします。まあ次に生かすしかないです。そうです、次ですよね、はい、次どう生かします。まあ同じようなことが起こった時に、はい、まず次はどうするっていうのを、まあ、イメージしておくというか、うんうん、それを先に考えといて、はい、違うアプローチをかける、はい、準備をしておく。つとむくんどうしますか。山口さん、本人にどう言われたいか、そうですね、本人に聞く、本人に聞く、はい。